が来る措置を原則として廃止・縮小する検討に入りました。中小企業の税負担を軽くしている特例措置や一部の設備投資減税など21の政策減税およそ2500億円分が対象です。政策減税の廃止や縮小は安倍政権が目指す法人税の実効税率の引き下げに向けて財源を確保するのが目的です。日経新聞のニュースです。なぜ実効税率を企業のですね引き下げなきゃいけないのか、それはなんだ、さらに日本へ外国企業の誘致を図るためなんだ、これが日本の経済をさらに大きくするんだ、まあ安倍総理の強い思いもあるわけなんですが、この諸外国に比べて高いと言われる実効税率を下げようと、これについてはどうお考えになりますか。基本的には外国企業を少なくとも日本に、呼び込む一つの呼び水にはなる、しかもかなり大きな呼び水の中の一つになる。経済対策としてはこれはいいポイントです。間違ってはいない。ただし、その税率がただ低いから、稼いだ利益から取られる、まあ、取られる言い方あれですけど、納税する税金が少なくなるからじゃあ日本に来よう、それだけでじゃあ日本に来るかってあるよね。つまりやっぱり日本を拠点にすることのビジネスの上での他のメリットがいろいろな他にくっついていないと税率だけでは簡単には外国企業を呼び込めないと思いますね。また税率っていうのはこれ微妙なんですね。そのあたりの数字そうですよね。今新聞に出ていくマスクに出てるのは、安倍政権が狙っている 20% 台に今実効税率が地方税2つ入りますので法人税国税以外なので国が違うんですが、例えば東京都の税率が大体 35% ですね。それは 20% 台に 29% も 19% 台に
例えばこれだけの設備投資しましたね、じゃあ今後より収益上がりますよね、じゃあ今回の税金においてこれだけの減免措置がありますよ、減税措置がありますよ、これは政策の上乗せ分であってね、はい、だから最初から不公平な税制というのはなし、うん、だけれどもその後に国がその時時々の政策っていうのをどのそこに反映させるか、その結果どれだけの減税措置あるいは免税措置をつけるか、うん、というのはまた別の問題なんです。ああ、なるほど。ちゃんと分けなきゃ。そうすると今の設備工事の減税をやめるっていうのは成長戦略とは合いませんね、っていう話ですね。日本を支えてるっていうのは、大企業を確かに支えてるんですが、雇用数も非常に大きいですね。でも企業の数からですから、中小企業そうなんですよ、ね、そこをターゲットにするっていうのはこれ日本にとってプラスマイナスどうなのかなっていう部分もどう考えられます、はい、でも私はですからこの設備投資減税をやめる、というのは高級減税確保のためにやめるというのは数字違いだと、うん、もちろんね他に見直すところはいくらでもあるわけですから、うんうん、よく話に出てきたのが会計標準課税というのが出てきましたね、はいはいはい、これについてはどうでしょうか。あのああどうでしょうね、僕は逆だと思ってるんですけど、つまり今おっしゃってるのは何のことかっていうと、法人税実行税というのは実は法人税という税金だけじゃないですね、これは法人税、事業税、住民税という基本的に3種類の税金、企業が稼いだ利益所得にそれぞれの税率が課されて税金を取る、でこのうちの法人税は国税ですけど、事業税と住民税は地方税で、特に事業税は事業を営んでるでしょ、そうするとその自治体でいろんなサービスを受けてるでしょ、だったらそこで税金いただきますよという地方税なんです、うん、利益を稼いだから稼がないから関係本来その税金の趣旨から言うとないんです、うん、でだったら赤字であろうと黒字であろうと資本金いくらいくら、あるいは従業員何人、あるいは敷地面積いくらいくらの企業に対してはこれだけの事業税をいただきますっていう、これが本来、これがいわゆる会計標準で、もともとは、そこのところが法では端緒認められていなかったので裁判沙汰にもなったんですよ、実際に会計標準でしようとしたものですからね、はい、だけど今は法整備されて外形標準 OK になってますね、うん、ですから僕はそこのところで外形標準に全部変えれば、いわゆる利益のあるなしに関わりなく、恒久的に地方税としての事業税の財源は得られるって、この方が公平感があるだろう、僕はさっき言った税の公平という点で言えばそこだと思うんです、でさらに言うなら事業では今はですね、資本金1億円以下は減税措置がある、うん、あるいは免税措置がある、これ最初からあなたは中小企業だからいりません事業税って言ってんのに等しいわけでしょ、だって何が少なくしますって、企業に比べたらやっぱり足腰の差ってあるから、でも中小企業だって稼いでる企業はあるわけで、大企業だって実はもう大きく取り扱うなんてあるわけで、だから最初からそこに課税の不公平があるっていうのは僕は見たんですよ、だからなんでどうするかっていうこの課題どう考えてたらいいんですか、やっぱり抜本的に、うん、で全体の体系を考えるってことですよ、企業だから中小企業だからではなく、うん、で特にその時の政権の政府の政策っていうこともそこに加味した上で、今後日本はどうしたいの、もっともっと成長戦略を展開しなきゃなんないという政策の上乗せ分があるということを念頭に置いた上でね、さらに来年度は何かある消費税も出そうですよね、うん、でそうなった時に例えば簡易課税制度なんてのは必要なの、あれは課税の公平という点においてかなっているの、あるいは課税の公平の点において問題があるんじゃないのっていう議論は昔からあるんですよ、そうするとそういうところを抜本的に見直す、うん、ということの方が僕は足りない、取れるところ今まで取らなくて済ましてきたところをやめにして取ろうってね、もうなんか簡単なところだけにまず目をいってるっていうのは僕は違う、なるほど、はい、では次のニュース参りましょう、企業のデータその管理は、情報セキュリティ会社が実施したアンケートで
会社の外に持ち出すことが禁止されているデータを持ち出した経験がある従業員がおよそ 8% いるという結果が出ました。ベネッセコーポレーションなどの情報流出事件が相次ぐ中、企業の管理体制の甘さが浮き彫りになりました。さあ、私はこのニュースを見てドワーッと松本さんしましたよ。今のニュースもありましたけれども、はい、会社の外に持ち出すことが禁止されているデータ、それを持ち出した経験のある従業員というのがおよそ 8% いるというアンケート結果が出てきたと、うん、乱暴な言い方しますとね、10人に1人が持っていっちゃってるよというような感じの受け取れるわけですよ。まあそうですね、はい、持ち出し禁止の貴重なデータがそんなに持ってけないものなの、松本さん、このニュースどう受け止めました？いや、驚いたっていうか信じられないっていうかね、うん、あるいは逆に言うと企業のセキュリティ管理ってその程度なのってちょっとびっくりしましたね。今ね、その程度なのっていう話で目の前クラクラするんですね。だってあの食の安全安心安全ですね、はいはい、信頼感っていうのはそこにあったものが崩れたら、はい、その企業っていうのは成り立たなくなるよっていうのはこれはもう分かってるわけですよね、はい、で今 IT 社会の中でお客さんのデータ、これ信頼してお客さんが渡してるわけですよ、うん、でももうクレジットの番号から住所氏名の個人情報から、うん、それは漏れんとなって、うん、なったらこれ企業対応しちゃうんじゃないですかね。まあもちろんそうですよね、ここで言っている業務データっていうのは別にその個人データだけじゃないですけどね、利用者だけじゃなくて企業そのものの、はい、その技術のデータであるとか全部含みますからね。そっちこそ怖いと思う。そうなんですね。でこれだけ今情報社会ですよね、さっき小川さんも、でこの情報化社会の基本的にインターネットをベースにしてますよね。ということはインターネットっていうのはそもそもがオープンなシステムなんです、クローズじゃない、閉じてたんですよ、開いたシステム、ということはそのリスクがあるっていうことをまず考えた上で、じゃあ情報管理をどうするかっていうところを考えなきゃ、そこがね、どうもまだまだ日本の企業の中で、あるいは従業員の意識の中で欠落してるのかなと思いますね。しかもそれを、まあ、本社の担当員じゃなくて、アウトソーシングでやっていくって部分はありますよね。ありますよね。この間もありましたね。そこのところ、だから、とはいえですね、やっぱりセキュリティ管理の基本を持つのは会社自身ですからね。だからやっぱりそのアウトソーシングするにしても、委託をするにしても、そこのところの選別をきちんとする、あるいはその従業員ですね。来る派遣スナリングで来る契約で来る人たちも含めてですね、外部から来る人たちも含めてそういうところの管理っていうのをしっかりやるっていうシステムをやっぱり作らなきゃいけないと思います、ね、まあ、私たち消費者は買い物など便利なんで、はい、個人情報などを預けると、はい、そういう部分もありまして、まあ、逆の見方をすると消費者自身も個人情報ばらまいてるのかなっていう感じもなきにしもあらずなんですけれども、はい、消費者、今ね、コンピューター社会っていうのはオープンになってるっていうのを前提に企業を考えなきゃいけないって話ありましたが、はい、消費者もやっぱり考え方変えなきゃいけないですかね。もちろんそうですよね。で、逆に言えば、どこまでが本当にセキュリティが必要な個人情報、あるいはデータなのかっていう問題がありますよね。どうしてそんなことですか？最近何かとね、もう全て個人情報、個人情報って言って、もうオープンにしないっていう、考えますよね。だから価値が